ここからは今月からスポーツ用語解説コーナーと題して、スポーツの見ていてよく耳にしたり話題になった用語などできるだけわかりやすく解説するというコーナーを始めたいと思います。今回の最初の1回目に解説するのは最近話題となったタズワルールです。知らない人も多いと思うので簡単に説明すると、オープニングでも話したメジャーリーグのレッドソックスなどでも活躍した田澤純一投手が日本からメジャーリーグに挑戦する際に生まれたルールで、なぜこれほどの実績がある選手が日本のプロ野球ではなくて独立リーグに入団したのか、そこにはこの田澤ルールが大きく関係しています。今日はこの田澤ルールが生まれた理由と背景、その問題点を解説していこうと思います。まず田澤ルールが作られた理由は、2008年社会人野球のエネオスでエースとして活躍していた田澤選手が、その年のドラフト会議を目前にメジャーリーグ挑戦を表明し、合わせて日本のプロ野球全12球団に指名回避要望書を送付し、指名されても入団しないことを宣言しました。結果どの球団も指名を回避し、その後田澤選手はレッドソックスと契約したんですが、アマチュアのトップ選手が日本のドラフト指名を拒否し海外の球団と契約したケースは田澤選手が初めてでした。この前例のない行動が日本球界で大きな波紋を呼び、さらなる日本からの人材流出を危惧した NPB 側は全12球団の申し合わせ事項としてこんなルールを作りました。ドラフト指名を拒否して海外のプレ球団で契約した選手は海外球団を退団後も一定期間 NPB 球団と契約することはできない。 NPB でプレーするにはドラフト指名される必要があり、高卒選手は3年間、大学社会人出身選手は2年間指名を凍結される。つまり田澤選手は最低でも2年間日本のプロ野球の球団とは契約できないということです。12年の時を経てこのルールがついに初めて適用されたと言えます。しかしこの田澤ルールは12球団の申し合わせによって成り立っているものであり、明文化もされていません。つまりこのルールを適用するかしないかは各球団に委ねられています。もしかしたら田澤ルールを破り獲得に動く球団も出てくるかもしれませんが、田澤ルールがなくなっても次のドラフト会議までは最低でも獲得することは不可能です。日本には新人選手選択会議規約というものがあって、そこには日本国籍を持つ選手もしくは日本の高校や大学に在籍経験のある選手は必ずドラフト指名を経なければ NPB 球団と契約することができないと記されています。過去にメジャーリーグでプレーしながらドラフト指名を経て NPB 球団と契約した元メジャーリーガーはマック鈴木選手、元日本ハムのマイケル中村選手や只野和仁選手の計3人います。現状ではもし田澤選手を獲得するにはドラフトでの指名が必要になるということです。そもそも職業選択の自由がありますし、この田澤ルールを、この田澤ルールというのは必ず日本のプロ野球でプレーしなければいけないというわけではないんですが、今後直接メジャーリーグに挑戦しようとする選手に対してのプロ野球側の嫌がらせというか見せしめとも言えます。あくまでも日本の優秀な選手を流出することを抑止するための措置であるはずが、結果的にメジャーリーグで実績を残している選手を最低でも2年間は獲得できないという日本球界にも不利益をもたらしてしまっている状態です。そんな田澤選手とは逆の例で、昨年の5月にアメリカからカーター・スチュアート投手がソフトバンクに入団した例があります。スチュアート投手は2018年のメジャーリーグのドラフトでアトランタ・ブレーブスから1巡目8位指名を受けていた屈指の逸材ですが、契約金に双方に開きがあったことから契約には至らず、翌年のドラフト会議で改めて指名されるために大学でプレーしていたところをソフトバンクが破格の条件で獲得しました。メジャーリーグ側はこれを心よく思っていないでしょうが、田澤ルールのような規定を設けることは当然ですがしませんでした。メジャーリーグ側はスチュアート投手に対して日本のプロ野球の支配下選手になったことを認めていて、プロ野球の制度の中で FA 資格を得るかポスティング制度での移籍を認められるか、自由契約にならない限りメジャーリーグへの移籍はできません。つまりスチュアート投手は今後メジャーリーグから見てもアメリカ国籍ですが日本人選手と同じ扱いということになります。
それなら田澤選手も同様に、最初にメジャーリーグの支配下の選手になった時点で、外国人選手になったと考えるべきだと思います。そこで田澤選手のような海外リーグに一定期間在籍し、実績を残した日本人選手は、外国人選手と同じ扱いにする、新たな全く違う田澤ルールを設けるべきではないでしょうか。すでに田澤選手はメジャーリーグで FA 資格を得ていますし、メジャーリーグの制度上では FA 選手なので、本来なら他の外国人選手同様に、どのチームも自由に獲得できる存在です。これなら現状の田澤ルールや新人選手選択会議規約を変更しなくても、田澤選手が日本のプロ野球でプレーしたいかはわからないですけど、問題はありません。将来有望なアマチュア選手を日本に引き止めたいという、まあ、プロ野球側の苦肉の策の面も理解していますが、世界で戦ってきた経験豊富な実績のある選手を、日本のプロ野球で見られないのは本当に残念な話です。選手会側も、これは、独占禁止法上明らかに違法だと抗議していて、撤廃を求めています。しかもですね、プロ野球側は田澤ルールという、田澤選手の復帰への、障壁を、設けておきながら、2017年の WBC では、日本代表のオファーを出しています。田澤選手は2年後は36歳となり、選手としては、やはり致命的な年齢なため、まあ、こんな誰も幸せにしない現状の田澤ルールを撤廃できないのであれば、まあ、新たな田澤ルールの導入を検討してほしいと願うばかりです。